春に狭山市内で実際に見られる植物を紹介する企画展が狭山市立博物館で開かれています。狭山市内には狭山稲荷山公園をはじめとして武蔵野の面影が見られる雑木林に囲まれた公園が各地にあります。会場では博物館が所蔵する標本や市内在住の植物愛好家が撮影した写真などを使い、市の花であるツツジや赤紫の花びらが特徴のカタクリなど、春に市内で実際に見られる110種類の植物を紹介しています。展示している標本は市内で生花業を営んでいた遠藤慎次郎さんがおよそ40年にわたって市内や近隣の植物を採取し標本にして寄贈したもので、葉や茎、花の形などが分かりやすく残されています。また市内の植物愛好家団体の活動を紹介するパネルや市内の桜を楽しめる場所を記した地図も展示されています。企画展狭山市植物図鑑展標本からアートまでは狭山市立博物館で来月12日まで開かれています。